はい、俺です。ですね、今日はね、YouTube のね、動画のコメントについてね、まあ、いくつか話していこうかなと思ってます。それでね、先日、まあ、僕もね、やってるゲームのね、まあ、ゲームのね、名前言えないけど、まあ、いろんなね、ゲームやってればね、その、自分で同じゲームやってればね、まあ、他の配信者さんのとこ見に行くと思うんですよ。で、見に行った時に、まあ、その時はたまたま海外の方だったんですけどね。海外の方のとこに行って、まあ、画質も良かったし、喋ってる声もハキハキしてて、で、まあ、なんだろうね、マイクが良かったんだろうね。そこの配信者さんは。で、ね、とりあえず、まあ、全体的に良かったから、まあね、コメントでグッと、つって、まあ、そんなに自分も英語得意ではないので、ね、そういう一言でもいいからね、良かったからね、残してあげたんですよ。で、いいねもつけてあげて。で、そうしましたら、見に来てくれてさ、で、いろいろね、そこで、まあ、向こうは片言の英語でやってきて、こっち、片言英語じゃねえや。まあ、本場の英語だろうね。で、自分はね、もう配信しながら、そのね、それを翻訳して、なんとかね、やりきりしてね、やってたんですけども、やっぱりコメントに関して、やっぱ、こっちもそれ書いてくれれば、くれると嬉しいし、多分向こうも書かれるとすごい嬉しいっていうことで、まあ、いいコメントだったらね、そう嬉しいんだろうけど、なんだろうね、そうやって自分のね、範囲を広げる、コメントで、ね。まあ、それで、ね、ディスったりね、したでね、やっぱ見に来るっていう部分もあるけど、逆にディスられるっていうね。そういう、なんだろうね。デメリットもありつつ、まあ、メリットもありつつ。で、それがどういうふうに働いていくかって言ったら、やっぱり、よくね、ディス動画とかってあるじゃない。誰、あいつさ、みたいな。あれでも、やっぱりそこで、なんだろうね、それを見た人がコメントしてって、で、コメントでディスるわけじゃん。で、ディスった時に、なんだろうな、本人からね、そのコメントが返ってくればいいよね。そしたら、もう全然ね、第三者からね、コメントが返ってきて、だらかんだらって、まあ、そこでね、コメント喧嘩になるわけじゃん。それって俺、なんか、まあ、意味ないのかなと思ってたんですけど、逆にね、そこで炎上してくれればね、その、配信者さんは得するわけですよ。何回も来てくれるから。で、何回も見てくれるから。で、何回もその再生回数が伸びるわけだから。だから、一概になんか炎上したって大騒ぎしてて、で、コメントでね、コメントがすごい荒れてたよって、その荒れてたよって言ったらもう、ただ再生回数伸びちゃうだけだから、だから荒れた方がいいんじゃんって、ぶっちゃけね。けれど、やっぱり、そんな荒れすぎちゃうと、今度、ね、動画を削除しなきゃいけない状況に陥るわけであって、で、結局は、なんだろうね、動画配信した人の、なんか、一人勝ちみたいな感じでね、誰得って言ったら、その、配信者さん勝ちって感じ、形になるわけじゃん。まあ、それはそれでね、すごくいいことだと思うんだけど、いいのかな？僕は悪いのか、俺はちょっとわからないんだけど。で、まあ、そこが面白いなと、一つ YouTube のね、コメントについてってことで。で、もう一つは、なんだろうね、やっぱね、今まで、こう、テレビっていう媒体があって、テレビっていうのは、やっぱそこの、見てて、考えるのかな？これっていいよね。あの番組見たってね、次の日ね。あの番組見た、この番組見たってね、次の日学校とか行ってね、こう、なんだろう。会話になるっていう部分がね、楽しかったりしてた時代があって、昔。で、今の、その、何かを見るっていうことに関しても、YouTube とかね、まあ、他のね、動画サイトとかあるんだろうけど、そういうとこでね、まあ、ね、動画見たって、見たって。で、そこで、まあ今、もうみんなスマートフォン持ってるから、これだよなって、僕パッてつけて、これ面白いよなって。まあそれもそれですごい面白いんだけど、やっぱりその動画に関して参加できる。その、ね、テレビだってもう参加できないじゃん。今のなんか、リモコンでね、D ボタンでなんだらかんだらとかできるけれども、実質そこまでね、何かこう、参加できたっていうさ、感覚がないわけで、で、ツイッターとね、テレビがツイッターと連動しましたからといってさ、それツイッターにね、バーって書いたとしても、本当にの、自分のが出るのかなって、なんか向こうでね、操作されてね、こう、その、コメントがね、ツイッターのコメントが出ないのかなとかさ、まあ、そんなの、ね、考えてるの俺ぐらいのようなもんなんだろうけど、まあ、それはね、まあ、ようなもんだなっていうのは、まあ、自分が思ったから言ってるだけであって、こうやってね。で、やっぱり、その、参加できるものっていうのはすごくいいと思うのね。で、コメントも書いていくこともいいと思う。けれど、やっぱりそこ、まあ自分のね、モラルだとかね、人間のモラル、道徳だとかってあるから、やっぱり言葉選んで、書いていった方がいいと思うっていう形なのね、自分としては。で、まあみんながどういうふうに思ってるかなんて俺はわからないし。で、ここで俺がこういうふうに思ってるからこういうふうに言ったんだよ、つってって、それでなんかまあ、いろんなね、言いがかりだとかね、いろんなこと言われることも覚悟してるし、今は。
で、その覚悟もなく帰ってきちゃうと、ね、そこでコメントで喧嘩になっちゃったりとか、それがなんか足引っ張り合いだとかになっちゃってさ。で、結局、ね、俺も動画で上げてる人間だから、周りから見たらこの人あんま良くないよねって見られちゃうし、で、なんだろうな。あと、動画を見て、で、まあ俺はほとんど自分が映ってない動画なんだけれども、まあそれもね、なんかちょっとずるいかなっていう部分があるんだけど、まあ映りたくないっていう部分も少しあるし。で、それで、なんだろうな。その動画がいいのか、音楽、その動画の中で使ってる音楽がいいのか、そのじゃあ動画で映ってる第三者さんがいいのか、第三者が言ってることがいいのかっていうのとこが、いっぱいいいとこがあるわけじゃん。で、ね、いっぱい悪いとこもあるわけであって、で、低評価、高評価っていうのがあって、で、その低評価を押す、高評価を押すって言ったとしても、よくさ、アマゾンとかで星いくつってあってさ、で、コメントを見てみるとさ、この子の部分はいいで、ここは後方にダメでした。というわけで、本当は気持ちとしては星5つにしたかったけど、ここがダメだから、星4つにさせていただきましたっていうさ、すごい丁寧なね、文があってね、まあ、業者かわかんないけど、その、ね、誰が書いてるなんかわかんないわけじゃん。名前も違うわけで。それで、その中で、やっぱり、なんだろう、その、まあ、低評価押すっていうことは、もうしょうがないよね。その動画がもうすべてはもうダメってことだからね。ダメって判断されてるものだから。で、その制作者の方は、あ、そっかって。でもどこが悪かったのかなってわかんないよね。実質。じゃあ、その動画が悪い。じゃあ今度からこういう動画を上げない方がいいよねって。少なからずそういうふうに考えると思うの。かといって、ね、炎上すればね、こう、見られるっていう部分もあるわけですね。こういう YouTube とか動画サイトっていうのは。だからガンガン構わず上げていくって。で、その低評価に関して、どういう内容があるのかってね、低評価自体ね。で、多分これ、投稿、YouTube 使ってる人とか、Google 使ってる人だったらわかるんだけど、これどこまで言っていいかは本当わかんないんだけど、まあ言わないことにしとくけど、まあ、ググればすぐわかるんだろうけど、まあ、俺、個人的な考えの中では、考えのことも今言えないけど、で言わないことにするけど、まあ、低評価は極力俺は押さないようにしてる。で、なぜかっていうのは内緒。ね。で、じゃあ低評価押しました。じゃあ、ね、さっき言った通りに、第三者が、ね、出てます。で、言ってること、その音楽、映ってるもの、ね。その、いろんな分野に分かれるじゃん。その動画一つでも。で、そこで、何がいけなかったと。ってことが書かれれば、その人はすごい、もっとクオリティ高く、早い段階でできると思うね。ここはダメだったよ。あそこはダメだったよって。だから今回は低評価をね、押させていただきました。で、そうすれば、もう次の、その投稿者も次は頑張れると思うの。で、もし、これで、ね、YouTube の方ので、ね、低評価の方がどうなるかなとわかんないけども、こんな話も聞かないだろうけどね。それで、もし低評価が、押した時点で、低評価を押した時点で、100文字以内、以外で、あ、以上で、コメントしてくださいっていう表示が出たら、どういうふうにコメントするのかなっていうのもちょっと、なんだろうな、気になってて、ただね、ほら、今だったら押したでもうね、低評価です、ドーンってなるわけじゃん。で、その中で、じゃあ押した時点でポンって。で、もう、キャンセルできないよね。で、100文字以上で書かなきゃいけないっていう状況になっちゃったらどうなるのかなっていうのがちょっと薄々考えてて、面白そうだなっていう部分があって。まあね、こんなね、ざれ事なんでね、まあそんな気にせずね、まあいろいろやっていけばいい、ね、周りの好きなようにやっていけばいいと思うんですよ。実際。で、まあ、コメントについてねっていう話なんだけど、そのね、テレビとは違って、こう、動画に参加できるとかね。かといって、そこで、こういう風にした方がいいよ、ああいう風にした方がいいよって、なんかね、指示中的なことではなくて、この動画を見て面白かったとかさ、簡単なことでもいいよね。で、投稿者であれば、余計に、その、コメント書かれて嬉しい。じゃあその人のとこ見に行こうかな、とか、やっぱなるから、まあ、そういうなんかコミュニケーションをやっぱ取れるとこだから、まあ今後ね、僕もいい動画を見たらね、そう評価とかしてって、コメントもしていきたいなと思ってますよ、正直。はい。で、まあね、コメントについてはこれだけし、まあまだ言いたいことはあるんだけど、あんま長引いちゃうとね、あんまりこう聞かないんだと思うんで、みんな、あ、10分、あ、15分、あみたいなね。
そんな時間もみんな忙しいからないだろうし、なのでね、まあこの辺で締めたいと思いますんで、まあコメントで参加しようってことでした。はい、お疲れ様でした。バイバイ。あ、でね、今後についての話なんだけど、